はい、どうもプー太郎です。このチャンネルではドラフト候補選手の解説動画を上げていこうと思ってますので、よろしくお願いします。今回は大学4年で急成長し、大学選手権でも大活躍で一気にドラフト上位候補に数えられるようになった上武大学のブライト健太選手の解説になります。はい、早速解説していきますが、大きく4つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールを説明して、その次に打撃内容と守備走塁の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。それではいきましょう。ではプロフィール紹介していきたいと思います。ブライト健太選手は右投げ右打ち、184cm、84kg になります。大柄の野手ですが、動きが鈍いということは一切なく、オールラウンダータイプの選手です。詳しくは打撃分析や守備走塁分析で解説しますが、ガーナ人の血を引いていることもあり、身体能力はかなり高いです。そして高校は葛飾の高校ということで、正直今まで聞いたことはなかった学校です。おそらく野球強豪校ではないと思いますし、この選手の名前も当時上がっていなかったように思います。ということで、こんな選手が高校では無名だったということで、やっぱ日本って結構広いんだなと思いましたね。はい、では打撃分析の方行きましょう。はい、では打撃内容の分析に入っていきたいと思います。まずはスイングについてですが、見ての通りかなり大きいです。そしてスイングスピードも速いです。生粋のホームランバッターと言っていいでしょう。大学選手権でも規格外の飛距離のホームランを打っていますし、アマチュア球界でこのスイングができる選手はほとんどいないと思います。ということで、スイングの迫力はプロ顔負けレベルです。プロでもホームランバッターとして活躍できる可能性を秘めたスイングと言っていいでしょう。ただいくらすごいスイングをしていても、バットに当たらなければ意味がないですので、ここから細かく見ていきましょう。はい、では直球と変化球の対応について解説していきたいと思います。まずは直球に対するバッティングですが、アウトコースは強引に引っ張るケースが少し散見されるかなというふうに思いました。一般的には外の球を引っ張ると腕が伸びて力をバットに十分に伝えられないので、センターから逆方向に打ち返すようにした方がヒットになる確率は高いです。インコースについてはサンプル不足ではありますが、細かいことはできなさそうなので、現状ではさばけない可能性が高いかなと思います。で、直球に対する選球眼ですが、これはよく見れていると思いました。はい、ということで、甘い球は打てるんですが、逆方向への打撃や難しい球をファールで逃げるといった技術はまだまだだと思います。ただボール球や難しい球に手を出さずに甘い球を呼び込めているのはいいと思います。はい、次に変化球に対するバッティングですが、こちらも少し強引に引っ張るケースが散見されました。ただ選球眼については曲がる球、落ちる球ともによく見れていました。ということで、プロの投手の変化球への対応には少し時間がかかるでしょう。ただ直球同様にボール球や難しい球には手を出さずに甘い球を呼び込めています。はい、では打撃のまとめですが、甘い球はスタンドにぶち込んできます。ただ打撃の技術はまだまだで、レベルの高い投手に外を攻められると現状ではかなり苦戦するのではないでしょうか。ただ闇雲に振り回しているわけではなく、ボール球や難しい球をしっかり見て打者有利のカウントを作って甘い球を呼び込むことができています。ということで、プロの一軍で即活躍というふうにはいかないでしょう。ただ経験の浅い選手なので、プロで一気に伸びる可能性は秘めていると思います。それでは守備走塁分析の方行きましょう。はい、では守備走塁を見ていきたいと思います。まず守備ですが、外野センターを守っています。走力がありますので守備範囲は広そうです。肩はサンプル不足ですが、守備練習の映像を見る限りそこまで強くはないように見えました。ということで、プロでもセンターは十分務まると思います。次に走塁ですが、大柄ですが身体能力は高く速いです。ヘッドスライディングでの盗塁も決めてきます。なので内野安打を稼いだり、二塁打三塁打が期待できるでしょう。はい、ということで、守備走塁にも問題はなく、打撃だけの選手ではないことがわかります。首脳陣としても試合に使いやすく、チャンスはもらいやすいのではないでしょうか。それでは最終評価の方行きましょう。はい、では最終評価になります。貴重な長距離砲候補で、守備走塁にも問題はないため、
上位指名は確定でしょう。ただ技術的にはいろいろ課題があるので即戦力にはならないでしょう。ある程度プロで育成をする必要があり、失敗すれば未完成で終わってしまう可能性はあります。ということで中軸候補の外野手を補強したい球団は高評価してくるでしょう。となると広島、ソフトバンク、巨人、中日あたりでしょうか。はい、では最終評価の発表の前にプータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の数は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。で、白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。では最終評価ですが、黒星2つ、白星3つになります。ハズレ1位から2位前半級と評価いたします。将来像ですが、二松学舎大学附属高校から広島に2位指名され、現在は侍ジャパンでも中軸を打つ鈴木誠也選手が重なりました。打撃の課題を克服できた時にはトリプルスリーも視野に入るような走攻守3拍子揃ったオールラウンドプレイヤー、そんな存在になっていくんではないかと思いました。はい、でなんとなくなんですが、この選手は広島州がします。まあ、本人にとっても広島であったり西武であったり、バッターの育成に実績がある球団に入った方がいいと思います。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。ブータローでした。